本セッションでは、アクトラン音響化式向けプリポストプロセッシングと題しまして、近年新たに実装されましたアクトランデックのデモンストレーションを行いたいと思います。私、ベータ CA システムジャパンカスタマーサービス、スミと申します。どうぞよろしくお願いいたします。本デモンストレーションでは、構造から発生する放射音解析を例題に、アンサーアクトランデックによる放射音解析に必要な解析定義の一例をご紹介したいと思います。題材としては、車体振動から発生する放射音としました。簡単に車体に対する境界条件をご説明したいと思います。高速条件に関してはフリフリとしております。荷重条件に関しては、スライド左側に示すように、左右スラットタワーに平身3自由度、トルクロッドに平身3自由度、合計90度の動的過信力を定義して同時過信としております。各動的過信力は、スライド右下に示すような周波数特性を有しております。その結果、車体はスライドのような実稼働モードで変形します。なお、スライドでの実稼働モードは 100Hz での加速度応答となっております。ここまでが構造側のご説明となります。放射音解析のため、構造解析モデルの周囲に音響空間をソリッド要素として用意する必要があります。そのソリッド要素を作成するために閉じたボリュームを作成します。その準備作業として構造メッシュからシェル要素を作成します。それがスライド右下に示しましたシェル要素となります。放射音解析にはこのシェル要素の作成が一番の課題となります。音響空間として構造側のシェル要素とその外部形状があれば音響空間のソリッド要素を簡単に作成することができます。最終的にスライドのようなメッシュを作成しました。この段階で必要なのは接点と要素、その塊をまとめるプロパティとなります。1は音響空間を構成する音響メッシュです。音波の媒質となる空気のモデリングとなります。2は構造と音響メッシュの連成が行える連成領域となります。3は本解析が放射音解析となるため、その音波は回空間となります。それを定義するために無限要素を作成します。実際のデータとしてはシェル上の要素とご理解ください。4はアクトランの計算結果を投影するための領域です。物理的な意味はありませんが、観測領域を要素で表現することで、その構成設定に対して解析結果を投影することができます。解析結果とは音圧、音響インテンシティ、粒子速度があります。場所は音響メッシュの内外として自由に設定が可能です。なお、アクトランというソルバーは任意の位置における音響応答を計算することが可能です。構造解析を得て、音響解析のメッシュは当然解析精度に影響を与えます。その中で注意すべき事柄として解析対象周波数との兼ね合いがあります。計算する最大周波数から導出する波長に応じて要素長を決定します。推奨される要素サイズは6分の1波長以下となります。同様に計算する最小周波数から導出する波長に応じて構造と無限要素間距離を考慮する必要があります。推奨される距離は1波長以上となります。そして連成面定義を行うカップリングサーフェスのメッシュパターンは構造設定の座標と同じ位置に作成することが推奨されます。弊社ホームページではアンサー、メタなどのチュートリアルを公開しております。今回のデモンストレーションではスライドに示しますファイルをベースにアクトランモデルを構築したいと思います。なお、両ファイルともにナストラン書式となっております。本デモンストレーションは1ページ前のスライドでお見せしたメッシュを作成済みの状態から開始してアクトランの解析条件を定義する方法をお見せしたいと思います。構造解析画のファイルは
スライドに示しますように、周波数応答解析の解析モデルと計算結果を用います。それでは、デモンストレーションに入りたいと思います。まず今回ですね、使いますアンサーはバージョン 22.0.1 という、バージョンを使っております。今回ですね、主に使う、機能ですけれど、DIC モジュールの中にありますアクトランモジュールを使っています。アクトランモジュールはですね、かなり、ね、最近入った機能でして、1年前のバージョン21から搭載が始まっておりまして、21.1、そして22と、改良されて今に至っております。ではですね、早速入りたいと思います。まず、先ほどの、スライドでお見せしましたように、ナストラン形式のファイルを読み込んでから、それをですね、音響解析に流用したいと考えています。まず、ファイルのインプットから持ってきますが、今現在、アクトランデックでありますが、読み込むファイルの書式がナストランですので、このままですね、インプットナストランという形で押していただいて、入りたいと思います。そして、まずはですね、2つファイルがあるんですけど、本体ですね、音響メッシュとしての本体であるキャプティメッシュラップというものを読みたいと思います。でこちらですね、設定があるんですけれど、まあ、今回最初に読むファイルは、コンフリクトレゾリューションをキープオールド。これは ID 番号の処理ですけれど、まあ変えないようにということをしております。まあ、何も今ない状態から読んでいるので、変えないということは変わらないと思うんですけれど、コンフリクトはないと思いますが、このようにして読みたいと思います。そしてここですね、インクルードのところですが、インプットインニューインクルードというチェックボックスをオンにして有効にして使います。これを行うことによってですね、今読み込むファイルそのものをですね、インクルードとして、まあ、外部のファイルとして使用するということをやりたいと思います。これで今読めましたと。この中でですね、音響メッシュとカップリングサービスのメッシュと、あと無限映像のメッシュが入っているというものです。では、続きまして、解析のですね、計算結果の、投影を行う、ダミーの処理要素ですね、を読みたいと思います。こちらのフィールドメッシュ、ドットダットということですけれど、これを指定します。で、同じように読んでいいんですけれど、今回、こっちの方は特に後からの設定番号とか、要素番号とかあって、なんですかね、そこ通り管理する必要がないので、オフセットという形で、最初に読んでいるものとコンフリクトが、競合があった場合には、こちら側のファイルを値をですね、変更して対応してくださいというふうなものになっております。先ほどと同じように、こちらインクルードチェックはオンの状態でいきたいと思います。そしてですね、まあ、こちら、インクルードボタンを押しますと、今読み込んだファイルですね、状況がわかるんですけれど、このようにですね、データ構造としては、キャビティメッシュラップドットダットと、フィールドメッシュドットダットというのが、このようにファイルで、ビズファイルで読まれてますよっていうとなっております。続きまして、材料特性ですね。まずは空気の材料特性を作ってしまおうと思います。次の材料特性は、こちらの M のボタンですね、押しまして、このようなところが作っていたと思います。これ今、現在ですね、今ある4つというのは、先ほどファイルを読んで、4つのプロパティが全部であったんですけれど、各ファイルを、各プロパティごとにですね、暫定でできた材料特性です。これは全然使わないので、後で使わないように処置をしますが、まずは作っていきたいと思います。こちらの型にですね、ニューボタンってあるんですけれど、今回作るのが、フルードになります。こちらですね。いろいろとなんか材料特性あるんですけれど、アクトラン上で流体の、モデル化を行うときには、全部このフルードを使います。まあ、空気も水も全部フルードで処理します。で、こちらですね。押すと、このような材料特性カードがあるんですけれど、今回使うのは、空気のモデル化ということで、C、音速の C と、ロー、質量ミスですね。この2つだけを使うかと思います。まあ、単位系ですけれど、今回長さがミリメートル、質量がトン、力がニュートンという単位系を使っているんですけれど、その時単位系としては、まあ、一般的に空気って1秒間に340メートルと思いますので、その1000倍として、このような数字でいきたいと思います。で空気の質量ミスです。
ですけれど、1.225 の ×10 の場合です。12乗で、まあ、一般的な空気の密度かなと思います。そしてですね、まあ、これ作った後、ここのデファインドっていうのがあるんですけれど、これを有効にしたいので、こちらですね、この右上のボタンを押して、有効にしておきたいと思います。で、最後にこの空気なので、まあ、名前ですね、まあ、識別のためなんですけれど、わかりやすいためにエアーという形で入れておいて終わりにしたいと思います。そうするとですね、このような形で入っているというのです。続きまして、音響要素用のプロパーティをつけたいと思います。次は、プロパーティの P ですね、こちらのボタンを押しまして、New Solid のアコースティックコンプより新しい、アコースティックコンプのプロパティを作ります。ここで行いたいのは、まず名前ですね。先ほどの作った空気と同じ、まあ、空気を表現したので、同じ名前でエアを入れておいてあげて、先ほど作りました、空気の材料特性ですね。こちらを、呼び出したいと、参照したいと思います。こちらで OK ですね。この状態 OK で、空気用のですね、プロパティを作ることができました。続きまして、音響要素用のですね、プロパティを作りましたので、これをですね、要素に適用したいと思います。こちらを適用したい要素はソリッド要素になりますが、こちらのものが対象となる要素です。こちらをショーオンリーにして、表示した後、もう一回エアの方ですね、戻っていただいて、これをアプライして、ボックス選択すると、こちらがですね、エアの材料特性を持ったプロパティに切り替えました。もうこちら、この操作だけで音響要素ということになります。続きまして、無限要素を作りたいと思います。こちらのモデルにはですね、音場のですね、外表面にシリ要素が貼られています。こちらですね。で、こちらのですね、シリ要素を、無限要素に変更したいと思います。方法としては、アトランデックのですね、エレメントユーティリティの、チェンジタイプを使いまして、その中の 2D エンティティで行いたいと思います。こちらでターゲットがこちらになるんですけれど、これをインファイナに切り替えることによって、こちらでシリ要素の4と8というのが選べます。両方とも選んであげてですね、こちらを今度、ボックス選択してあげて、ヒドルクリックすると、無限要素に切り替わるというものです。無限要素を作成しますと、無限要素用です。もですね、プロパティというものを作られますので、それがこちらになります。こちらをちょっとダブルクリックして、編集画面を開きますと、こうなっておりますが、今回ですね、ここの中一部変更したいと思います。まずマテリアルですが、先ほど作りました空気のマテリアルと同じものを使いたいので、こちらもですね、クエスチョンマークを打ち込んで、リストから空気ですね、エアを持っていきたいと思います。あと、計算の精度に関係してくるところなので、あまり深くは説明しませんが、今回無限要素の保管時数として15時を、そして音響放射パワーを計算、するために、PE バルというところを1にしておくと。あとは、座標系というのがちょっとあるのですが、こちら入っていないので、直行座標系ですね、1つ作りたいと思います。で、このように、まず直行座標系作ってあげて、原点位置ですね、今回はマイナスの2100と、A2 は0、A3 が835ぐらいですね、作ってあげて、ここは X と Y に切り替えてあげてから、100と010と。今回あまり意味はないんですけれど、このようにですね、無限要素のドメインに必要なモデル定義をこれにて行ったということになります。それでですね、材料とオーダーと B バルとコーディネート、4つを定義したということです。次は、連星面を定義するカップリングサーフェスを作りたいと思います。まず対象となるですね、シェル要素が既に入っておりまして、こちらの、要素、プロパティになります。ちょうど、自動車の、形を取ってつくとですね、音響の内側になっています。これに対してですね、こちらを、ドメインを作っていきたいと思います。最初にまずドメインを作ります。こちらからですね、ドメイン、セットなんですけど、ドメインを作ってあげます。で、こちらでは、今回は、エレメントのドメインを付けたいので、データベースブラウザのところ、エレメントを押しておいてあげ
って、この状態で、ボックス選択をします。これで、ミドルクリックをして OK です。あとは名前ですね。わかりやすくためにカップリングのサーフェスなど打ち込んでおけばいいかなと思います。こちらで結構です。作成しました、該当するシェル要素のドメインをですね、今度は、この、それを、参照して、カップリングサーフェスを、作りたいと思います。今作ったのはこちらのドメインなんですけれど、今度はですね、こちらの、画面右側にありますカップリングというボタンがあってですね、ここから、作ります。こちらですね、ニューボタンがあるので押してあげて、で、ここではですね、ドメイン、先ほど作ったドメインがありますので、クエスチョンマークを押して、ドメインのリストを持ってきて、今作りましたカップリングサービスという要素の集合ですね。この1番というのが入って、入ってきます。で、これがもう完成です。次はですね、計算結果を投影する面を用意します。モデルの中がですね、こちらのフィールドメッシュというものに計算結果を、投影したいと思います。まずは、ショーオンリーでですね、表示したいと思います。このようなものを想定しています。平べったいですね。これに対して行いますが、こちらは先ほどのカップリングサービスと同じ一旦ですね、セット、ドメインを作ります。で、ニューで作るときに同じくエレメントで作りたいので、このように選んであげてやります。で、名前をですね、決めたいなと思うんですけれど、今回は、チュートリアに従いまして、ビジュンマップという形で名前を付けたいと思います。これだけで一つ完成です。では、次はですね、これまでで必要なエンティティを作っていきましたので、アクトラのですね、実際のモデルとして、ロードケースセットアップアシスタントというものを使って定義をしていきたいと思います。こちらの方はですね、バージョン22が新しく追加されましたアナリシスツールというのを使って、ここにですね、ロードケースのアシスタントがあって、こちらから起動したいと思います。こちらがですね、アクトラ用のですね、ロードケースセットアップアシスタントというものです。で、関心の種類は3つほど使えるのですが、今回はですね、よくアクトラに使われる直接送周波ソフト解析を利用したいと思います。でこちらに3つ、行があるんですけど、各ですね、境界条件に定義したり、周波数、解析対象周波数を決めたり、あと何を計算しますかっていうのを決めて、行うことによって、ユーザーのですね、解析モデルの作成の支援を行うというものです。では早速ですね、解析対象周波数をまずつけたと思います。こちらフレクエンシードメインを選択して、右クリックよりですね、ニューフレクエンシードメインというのがあるので、こちらのフレクエンシードメインを選んで、まず画面を立ち上げます。ここではですね、まずこちらのニューフレクエンシーというこのプラスのボタンですね、こちらを押しておきます。で、今回はですね、線形の刻みで作りたいので、タイプをですね、リストから、リニアに切り替えます。あとはですね、こちらに開始周波数や周波数刻みと、計算する周波数数ですね、を決めたいと思います。今回はですね、開始周波数が 66.666 な、ちょっと細かいんですけど、こういう数値にさせていただいて、周波数刻みが 1.66667 ですね。あとは、計算数が141という形で、このような形で決めたいと思います。あとこのようにして OK をして、この、ラジオボタンですね。こちらを押して終了です。次はですね、境界条件を決めたいと思います。このバウンダリーコンディションですね。今回使う境界条件なんですけれど、いろいろとリスト名があるんですが、BC メッシュというものを使います。こちらはですね、構造と音響列をですね、弱連性解析するときに使われるものです。基本的には構造から音響への、一方通行の連性ですね。まず立ち上げます。で、今回はですね、すでにナスランを使ったマスモデルとナスの検査結果がありますので、それをですね、構造として定義したいと思います。で、まずはこちらのですね、メッシュファイルタイプのところなんですが、このまま BDF を使って、今回ナスランのですね、モデルファイルそのままを入れて、これにモデル入ってますので、これを利用したいと思います。で次に、こちらのですね、カップリングサーフェスでどこと連性しますかというのがありますので、先ほどカップリングサーフェス作りましたので、クエスチョンマークを打ち込んでですね、リストからですね、このカップリングサーフェスを持ってくればいいと思います。こちらまだ作ってはいなかったんですが、トレランスといいまして、連性するときのですね、一種の識位置を決めなければいけないんですが、
ちらもですね、まずクエスチョンマークを押したのですが、まだ空っぽなので、こいつを作りたいと思います。で今回ですね、値としては、ギャップの方に1番に、1ですね。それと、プレーンの方に今10という値で、作りたいと思います。このまま、ね、OK を押していただいて、この、作ったこれを選択すると、1番となりますけど、これが入ります。で次にですね、計算の、どちらかというと今、ジオメトリーのところを作ってたんですけど、次は計算結果です。BC フォーマットをですね、今回はナソラムを使っているので、ナソラムを OP2 にしてあげて、今回の計算結果は加速度を求めているので、加速度に切り替えたいと思います。あとはですね、OP2i を選択するだけなので、ここのランのところで右クリックをしてアドをします。でこちら あのフォルダーマーク出てくるので、押してですね、OP2 ファイルがあって作りましたので、今回 OP2 ファイルを指定してあげて、でこれでですね、必要な定義というのが終わりました。結構簡単でいると思います。でこちらチェックして終わりですね。では引き続きですね、アウトプットリクエスト、休暇指示の定義を行いたいと思います。まずこちらですね、右クリックしますと、ニューアウトプット FRF とニューアウトプット F マップがと2つがあるのですが、まずここではですね、ニューアウトプット FRF を定義したいと思います。こちらはですね、PLT ファイルというのを作るのですが、一種のグラフ形式のデータを作成するというものになります。こちらはですね、今回使うのは、フィールドポイントという形で定義したいと思います。でフィールドポイントを定義することが関する簡単でして、ここの中はですね、編集画面からタイプがドメインになっているので、そのドメインを使ってあげて、このドメインにですね、先ほど作りました、ビジュマップというですね、グループ、ドメインの、番号を指定したいと思います。今私、クエスチョンマークを押しましたが、こちら2番ですね、これをダブルクリックすると2番が入ります。なので、先ほどのビジュマップ の円盤のようなものに対して、フィールドポイントとして扱って、グラフ形式の、データを作るということを行うものです。チェック入れたいと思います。次はもう一つのですね、休暇指示として、ニューアウトプットマップを決めたいと思います。使うのは、フィールドセーブという形でいきたいと思います。こちらのマップというのはですね、いわゆる実稼働モードですね、3D の、情報を持った計算結果という形になります。音響可視の場合は、形の変形ではなくって、音波の動きとかですね、粒子速度や音響インテンシティの、コンタなどを見ることが多いので、実稼働モードっても変形ではなくてコンタになるかなと思います。こちらです、フィールドセーブを押しまして、画面立ち上げます。この中ではですね、今回は、アクトラのネイティブのファイル形式の NF を使って定義したいと思います。でこちら、まず、ファイル名ですね、決めたいと思うんですが、今回は、リザルトの、リザルトの、マップにしておいてあげて、拡張子相当として NFF を入れたいと思います。NFF というのは実際にはファイルというよりかはフォルダーを作るんですけれど、その中にですね、また独特の名前の計算結果ファイルが入ります。で、ドメインですね、どこに出しますかっていう、先ほど同じようにビジュマップのものですね、2番、これを選ぶというのがあります。あと、ステップとしてですね、刻みですね、全部計算してもいいんですけれど、ファイル容量が大きくなったりとか、計算時間がなくなりますので、比較的全部は出さないで、ちょっとずつ出すことが多いです。で今回はですね、14ステップごとに形したいので、14という形で入れておきたいと思います。以上、4点を指定してあげて、OK となります。またこちらもですね、チェック入れて、こちらで定義を終わりたいと思います。では次はですね、ちょっとだけここにオプションボタンっていうのがあるので、ここをですね、設定したいと思います。こちら今現在タブは3つありまして、アウトプット FRF とソルバーとミセラレアウスってあります。で今回使うのは、ソルバーだけですね。ここではですね、パラメータをチェック入れて、タイプをスパースから、MUMPS、MEMS って読むんですけど、これに切り替えて、これで計算しようかと思います。あと、アウトプット FRF なんですが、さらにこちらですね、休暇指示で使ったグラフタイプの方ですけど、ファイル名をですね、ここで指定することができます。で、ここで指定しないと、この後 e.dat ファイルっていうのを作るんですけれど、e.dat ファイルっていうですね、ファイルのファイル名の、ドットの左側ですね、を持った拡張子 PLT っていうのを作ることになります。
これはもうここだけ入れてもらえればいいかと思います。ただ、これってやらなくてもです。確か私の曲だと、今のデフォルトがメムスタットと思いますので、やらなくてもいいのかなと思っています。この段階で、ロード系セットアップアシスタントはもう終了、定義終わってますので、ここで必ず OK を押して保存しておいてください。このような形で今、大体出来上がっています。で次なんですけれど、解析モデルの構成ファイルをちょっと一旦確認して、そこの設定変更を行いたいと思います。先ほど、最初の方のデモの冒頭でお見せしたインクルードなんですけれど、まあ、こうなっております。ちょっと一旦ここの部分を展開を閉じて、ここですね、ちょっと属性をちょっと追加したいと思います。増やすのはですね、2つあって、ちょっとタイプと打ち込ませていただいて、タイプとトポロジータイプっていうのをちょっとお見せしたいと思います。で、タイプがこちらですね、これがあって、で、トポロジータイプ、これ今空欄状態になってるんですけど、タイプの方はアクトランインクルードになっています。で、これをですね、今回はこの2つ選んであげて、で、このままですね、マウスをタイプのところまで持っていって右クリック。で、モディファイのアクトラントポロジーって形で、もう一個の選択肢で切り替えることをします。でさらに、こちらもですね、こちらはエクスプリシットに変わっていることを確認します。で、これを状態で、このモデルを取り扱いたいと思います。そう、これをですね、今、そうしたことによって、このファイルっていうのはもともとナストラン組織だったんですけれど、この後ですね、e.ファイルっていうのを作るんですけど、その時に、この中に入っている情報は、アクトランの e.と呼ばれている書式の情報に上書きされて、今後計算機使いますよっていうふうになる設定を施させていただきましたというものです。ではですね、次にですね、プロパティとですね、マテリアルのちょっと一部設定変更もしておきたいと思います。まずは、プロパティからいきますが、ここもですね、ちょっと追加したいと思います。デファインですね。というのを追加していきたいと思います。今回ですね、このプロパティもマテリアルも、このデファインをちょっと変更したいと思います。で、ここでですね、デファインがチェックが入っていると、チェックが入っているものがですね、この情報が出てくるんですけれど、アクトランの計算をする上で、不要なものっていうのも今入っています。で、これらはですね、削っておかないと計算に悪影響を及ぼしてしまうので、削るという作業をしたいと思います。で、今回はですね、必要なのが、まず空気の、アコースティックコンプってところのプロパティと、インファイナイトドメインですね、無限要素のドメインしか必要じゃないので、この4つはですね、外した状態にするというふうにしたいと思います。この4つはファイルには書き出されないということですね。にしたいと思います。そしてもう1個、こちらマテリアなんですけれど、今回この中で作っている必要な材料は空気だけなので、この74番のですね、エアだけをですね、使いたいと思います。まあ、今回もそうなっていたので、他の部分はですね、このようにあるんですけれど、ファイルのアウトプットとしては使いませんよということになります。では最後にですね、アンサー上で行うものとして、e.ファイル、アクトランソルバー用の、ファイル取得ですね、これを行いたいと思います。今までのアクトランレックになっているものによって、アクトランのアウトプットですね、ファイルのアウトプットですね、そしてアクトランを知って、でここでですね、ファイル名を決めて出せばいいと思います。で今回ですね、私の方で dfr.e.にしたいなと思います。こちらですね。でこれでセーブを一旦押して、どうやって出しますかというパラメータがあるので、ここを開きたいと思います。でまず、4つタブがあるうち、使うのはジェネラルとコメントとミセラネウスになっています。フィルターは今回使わないです。でまず、アウトプットのところなんですけれど、ジェネラルのアウトプットタブはオールにします。これにして出したいと思います。で、コメントのところは、アンサーコメントが あるんですけど、まあ、今回特にアンサーコメント使わないので、何で出したいと思います。で、ミセラネウスのところは、アウトプット式の条件なんですけれど、一番上ですね、アウトプット、オールインクルードインセームディレクトリーということで、まず全部 のファイルをですね、1個 の同じディレクトリーフォルダーに出してくださいというコマンドとなります。
この状態でこの OK ボタンを押すと、アウトプット、ファイルが出てくるというものです。今ちょっといくつか、ファイルがあったので、ちょっと上書きしますということで、OK します。はい。以上でですね、アクトランのモデルができて、あとは計算をして、メタポストで結果を見るというところになります。では、計算を終了した後の、ポストプロセッシングの方に移りたいと思います。アクトランの計算結果は、PLT ファイルと NFF ファイルの2つがあると申し上げました。ここではまずは、PLT ファイルを読み込んで、グラフを作りたいと思います。まずはですね、こちらメタポストを起動しておりますが、カーブズに行きまして、ここでですね、ファイルを読み込みます。ここでは、PLT ファイルですね、読み込んで、これを表示したいと思います。読み込みまして、次はですね、リザルトタブのところで、タイプをポイント1に切り替えて、まあ、一番上にはですね、こちらの接点を選んで、こちら今度は、バリアブルですね、フルードの P、フルードの IXYZ、フルードの VXYZ を読みたいと思います。はい、こちらですね。今、音圧アウトですね、こちらを1個だけ選んでサウンドにさせてこちらですね、表示としてよくやるのが、ログ表示だと思いますので、縦軸をログにしてあげるとか、あと、一層のところですね、ボード線図が、メタポスター最初から作れるんですけれど、こちらのところですね、少しいじってあげて、このぐらいが見やすいかなと思います。こことかいらなければ消してください。こんな形でですね、音圧音が表示されるというものです。で続いて、音響インテンシですね。IX っていうんですけど、こちらを選んで、ショーンリー。で、こちら音響インテンシティ。で、流出速度ですね。このように、流出速度ですね。このようなやり方で、アクトランのですね、主要な音響等の、回を、プロット表示することができるというものです。続きまして、位置の応答ではなくて、でシステムの全体のですね、サーメーションしたグラフに関しても表示したいと思います。よく音響解析では、音響放射パワーというのがあるんですが、それもですね、計算されていて、メタポストで見ることができます。先ほどのですね、リザルトといった戻っていただいて、カーブタブのリザルトタブのですね、こちらを、ドメインに切り替えます。ドメインのところでインファイナイトアコースティック109976というところがあるものを選んでいただいて、こちらの下の段からはラッドパワー、ラジエーションパワーですね。こちらを選んでいただいてリードをします。そうしますと、プロットリストに戻っていただいて、こちらですね、黒いグラフが回答しますが、こちらをショーオンリーとすると、このようになっています。こちらですね、構造がですね、働いて、空気に対して働いている、ワットですね。今回、体系がミリワットなんですけれど、縦軸ミリワットになっていますが、このような形で、何ワット仕事をしているということが分かるというのです。なお、こちら、振幅しかなくて、位相はですね、この計算のときには、なくなっているので、シンプルだけの回答ということになっております。では、引き続きですね、アクトランの解析結果の読み込みとして、今度は NFF ファイルより、実稼働モードを読んでみたいと思います。まずはですね、メタポスト、ウィンドウを切り替えまして、で、リザリザートを切り替えます。で、今度はですね、ジオメトリを見ますので、こちらのジオメトリタブに移っていただいて、こちらでファイルを見ます。NFF ファイルなんですけれど、そういうファイル名があるわけじゃなくて、正確に拡張子、フォルダー名ですね。正確にフォルダー名を持ったものになっていて、で、本当のファイルはこのようなですね、独特の、フォーマットの、書式のものになっています。
こちらをオープンします。この段階で、ジオメトリーを読みまして、今回、ドメインとして、ビジュマップというのを読んでたんですけれど、定義していましたが、それだけがですね、入っている、モデルとなっています。メッシュパターンはこんなような感じですね。ちょっとメッシュパターンを外しておきます。で、次に、計算結果として、今回は音圧を読みたいと思います。リザルトタブに移動しまして、こちらですね、入っている周波数というのが出ています。で、今回読み込みたいのは、こちらのデフォーメーション、スカラー、ベクトルと3つあるんですけれど、スカラーで、そこからですね、音圧を読み込みたいと思います。一番上のところですね、ここ今、インテンシティになっているところをプレッシャーですね、音圧に切り替えて、今回ドメイン1個しかないので、指定してもいいんですけれど、オールドメインでいきたいと思います。こちらマグニチュードって出るところは、今回、実稼働モードということで、複素モードなのですが、その部分はですね、ジェネート18っていう形で切ってあげて、複素モードを表示したいと思います。で、こちらですね、読み込むのは結局今回は、スカラーだけなので、ここのスイッチをオフにして、スカラーだけを読み込むと。ベクトルも切った状態で、こちらでリードしたいと思います。なお、読み込むステートマットは全部ですね、読んでいっていいかなと思います。で、この段階ですね、コンター表示をしたいので、フリンジのボタンを押しておきます。で、こちらですね、下のところから、スライドバーから動かしてあげると、各答えが見えますよっていうのになっています。今回、この一番最後の12番のステート、周波数で約 301.6Hz なんですけれど、こちらの方ですね、使いたいと思います。で、あとはですね、範囲ですね、こちら、今回使っているカラーバードですね、色はですね、私のちょっとオリジナルなんですけれど、ゼロ、金棒のところの、とこだけ、透明にしたいので、この真ん中ぐらいが透明となっているようなもので、プラスとマイナスという形で値を持っています。ここですね、まずリミットレンジのところに行っていただいて、これはオートレンジで最大値、最小値を持ってきているんですけれど、ここですね、マックスマルチプライヤーで掛け算をしてあげて、最大値の 0.2 倍とか、あとは最小値の 0.2 倍ですね、という形で、もうちょっと低いところ、値を着目したようなときには、このようにして、手かなと思います。あとはですね、レンジオプションで、どこから最大値と最小値を持ってきますかなんですけど、今、カレントオプションになっているんですが、ここはロックドオプションにして、した方がいいかと。この状態で再生ですね。これハーモニックでも音でもいいんですが、押しますと、このような形で再生されているというものです。これがですね、実稼働モードという形で、音圧のですね、実稼働になっています。再生しますと、車の方からですね、遠くの方に行っているような形がわかると思いますが、そのような形で、音圧の分布を、このビジマップという、シェル要素上にですね、投影したのが見ることができますね。あと今こちらの回はですね、接点の回になります。で、こちらのフリンジのボタンの隣にですね、三角形があるんですけど、ここを押しますと、このいくつかオプションがあるんですが、今オンエレメントっていう形で、要素のところに値を置いてるんですけれど、接点位置で置くのがこれ正しいはずですので、オンノットにしてあげて、これにすると。もう一箇所再生しますけど。これが一応、アクトランの計算結果、生の結果を見ているような形になるかなと思います。以上が、アクトラン音響解析向けプリポストプロセッシングをデモンストレーションとなりました。ありがとうございました。